さんこんにちは、ロペライオチャンネルの川久保です。今日は通勤してます。今通勤してます。そうです、自分の愛車紹介もしたいなぁとも思ってるんですけども、まあせっかくなので自宅から会社に通勤する風景を、愛車紹介含めてレビューしたいと思います。はい、そうです、私最近自家用車乗り換えましてですね、メルセデスベンツ2020年モデルの G350D、 こちらにですね今は乗っております。はい、まあ、G350D なんですけども、まあ、もともとね、川口学さんのですね、生放送チャンネルでですね、お話はいくつかさせていただいてるんですけども、もうずっと前からですね、欲しくてオーダーしていて、まあ、昔私初代買った車がですね25歳ぐらいの時だったんですけども、メルセデスベンツの G500 ロングにですね乗っておりまして、まあ私生涯これ第2代目になるというですね、ゲレンデワーゲンでございます。今回はですねちょっと新車で購入したんですけども、う本当に今納車が1年待ちということもあってですね、オーダーも多分ストップしてるんじゃないかなと思うんですけども、それだけですね人気のある車種になってしまったわけです。早めにオーダーしといてよかったですよ。はい、でまあその G350D なんですけども、まあなぜこれにしたかというところなんですけども、まあそもそも私もずっとゲレンデワーゲンはもう大好きな車種です。まあロペライオチャンネルではですねポルシェ好きですとかでレビュー高くなるんですけども、やっぱ G クラスやっぱなんだかんだ言ってね好きなんですよ。でこの新型のですねゲレンデワーゲンになってから、まずまあオプションでねアダプティブサスペンションいられるんですけども、だいぶ乗り心地が良くなってますよ。で G550、G63 もレビューしていて、まあある程度は分かったつもりではあるんですけど、やっぱね改めてね乗り心地がいいです。そしてね車内のこの空間もやっぱりね広くなってるんで、もう昔みたいな昔のね先代のゲレンデワーゲンみたいにちょっと狭いかな、ちょっとのっぽだなみたいなイメージもですねそこまでなく非常にいいです。そしてですねやっぱ所有してみてわかるんですけど、目線を感じますね。やっぱ G350 より G63 の方がインパクトあって、やっぱ見られるかなと思ったんですけど、そんなことないです。G350 でも全然見られます。で、私ね、グリルをね、やっぱ G63 のパナメリカールグリルに変えたいなとかってすごい思ってたんですけど、なんか乗っちゃったら乗っちゃったで、これでいいなってね、すごいなんか思っちゃいます。別に変える必要ないかな、変えたら変えたでかっこいいんですけど、まあ G350 のまあ AMG ラインなんで、このまんま、で全然いいかなというふうになんかね改めて思いました。ただねまあ私家族もいてね子供が2人いるんですけども、この前にね何乗ってたかというとアルファード乗ってたんですよ。実はエグゼクティブラウンジ S ハイブリッド乗ってまして、まあそれを売却したわけなんですけど、やっぱりね家族というかね子供向けアルファードはやっぱりねいいですね。だからね、まあ、パパってねあんまり想像つかないかもしれないですけど、パパアルファードがいいってですねすごい言われるんです。だからまた乗り換えてアルファードにしようかなと、まあ、アルファードもねマイナーチェンジしてますからね、多分もう納車がそろそろ始まると思うんですけどね、ナビゲーションのねパネル周りとかの変更点があったりしますんで、でね2022年ですかねぐらいにはフルモデルチェンジのお話もあるので、またねアルファード乗る時期も来るのかなというふうに思いますけど、今はこの G350D をですね存分に堪能したいなというふうに思います。でね納車されてねまだ1週間ぐらいしか経ってないんですけども、やっぱね感じることはハンドル切れないなって思いますね。分かってはいたもののやっぱり切れないです。同じ車庫入れをしても同じ道を走ってもやっぱ切り返しますよね。そしてやっぱサイドのこのフェンダーが結構出てるんで、やっぱ気になっちゃいますね。やっぱね、AMG モデルとかね、ワイドフェンダーになってますけど、もう G350 からもうワイドフェンダー標準でついてるんで、なんかちょっとね、内輪差で、このリアフェンダーぶつけないかなとか、ちょっとね、心配になってしまう時もありますし、まあハンドルが切れないがゆえにね、
逆に無理できないのかもしれないですけども、ちょっと慎重になっちゃう自分がいましたね。はい。でスピーカーもですね、このブルメスターのスピーカーがついていて、まあ 3D サラウンドではないですけれども、まあまあ音もいいですよ。ゲレンデワーゲンってほんとスピーカーの音悪かったんで、でスピーカーをね社外のものに変えたりする方もいらっしゃるぐらいですけど、まあこれだったら変える必要もないかなというふうに思いますね。ただやっぱね、これ車高がやっぱり高くて、本当にあのね2トントラック級ぐらいの目線で運転してる形になるんで、非常になんかね見晴らしはいいですし、優越感もありますしね。あとはゲレンデは、ね、左ハンドルだよとかって、ね、ちょっと古い考えもあったんですけど、当時ね左ハンドル乗ってたんで全く気にないです。もう右ハンドルで全然いいですよ、うん、やっぱり決め手の一つとなったポイントでもあるリセールバリュー、リセールのことばっかりしてたら好きな車乗れないじゃんっていうのもあると思うんですけど、やっぱりね高額車両になればなるほどやっぱリセールバリューって非常に大事なところなんですよ。リセールをね気にしすぎてもいけないんですけども、ただね、リセールを気にすると損する金額も大きくなるんで、次乗り換えする時のステップアップが難しくなったりするわけですね。そういった意味でもやっぱこの G350D、 この現行型モデル含め1個前のモデルも本当に今いい値段です。逆に高騰してると言ってもおかしくないぐらいです、ね、これからの相場ちょっとどうなっていくのかはね、確定的なことは言えませんけども、まあでもそんなに急激に値段が下がるってことはないと思いますし、嬉しいことはやっぱりその海外での需要というよりもやっぱり国内で、ね、350D を乗ろうとする需要がやっぱり多いということは結構大事なところで、海外相場がですね崩れてくるとやっぱりね輸出ね需要がなくなってくるんで、そうするとね、そのね一部のグレードのモデルがね値段が下がったりする場合もありますけれども、やっぱ国内で需要があってなおかつ台数が少ないといったところは非常にね自分のやっぱ資産になるわけですから、あのそういった意味で購入するポイントの一つでもありました。ただこんなにね、ことになるとは予測もしてなかったと思いますし、まあメーカーの方しっかりディーラーのね担当の方もこんなに相場が上がるとは思わなかったですよというようなね感じだったかと思います。うん。でもやっぱりいいですね、なんかしっくりくるなゲレンデワーゲン。あとねこれ乗ってるとわかるんですけどね、このヘッドライト、このねポジションライトでこのヘッドライトがねリングのようにね光ってるのもねかっこいいです。乗ってるとわかんないですけど前の車に反射してね見えたりするんで、そういうのはねなんか、うん、かっこいいなと思いますしね、この新型のゲレンデはねグレード問わずそういうライトになってるんで、まあありかなというふうに思いますよね。でもやっぱり、うん、やっぱなんでしょうかね、たとえこの G350 のリセールバリューがとっても悪くても自分のこの好きな車に乗れるっていうのは非常になんかねモチベーションも上がりますし、なんか楽しいなっていう風に、楽しいですし嬉しいなってね改めて思うなと思います。なおかつリセールも良かったんで、これは間違いなく買いだろうと思ってですねこれは決めました。なのでまあこれからね G350 検討される方もいらっしゃって、中古市場だとねちょっと高いと思うんですよ。でも新車買えないです。でも中古で買っていただいて売ってねいただいても、まあそんなに大幅値段下がることはないと思いますし、でこちらはですね、まあ、AMG ラインですとか、あとはねサスペンションのアダプティブ、サスペンションとか、あとはラグジュアリーパッケージというオプションがついているので、だいたいね新車価格の総乗り出しになると、まあ、1350万円前後ぐらいになってくると思います。まあ、1400ぐらいですかね、なんだかんだ、はい。なのでまあねそこからの、金額を加味してもらうと中古相場も高くはなってるもののオプション全部込みだったら、ああまあそれくらいだったらいいよね、即納できてっていうようなね相場になってると思いますんで、まあぜひね気になる方は一度乗ってみていただければなと思います。本当にいい車だと思います。これは自家用車だからいいって言ってるわけでもないです。本当にねいいなと思う車です。ただやっぱねちょっとねパワー足りないなと思います。やっぱ欲を言えばね G63 やっぱ乗りたいですよ。これからもちょっと限定車出ると思いますけど、やっぱね2000万円以上だってくるとねやっぱちょっと高いなと思うんですよね。でもうんいいと思いますね。ちょっとね儲かってる方とかね、ちょっとね、会社がね潤ってみたいなね、世の中のね社長さんとかねいいんじゃないですか。ゲレンデワーゲン、あとねモテると思いますよこれ。
ということで、今日ねちょっとレビューを手短になりましたけれども、まあ愛車紹介ということでね、まあ自分のね愛車紹介はそんなにちょっとね時間作ってもって、みんなのね愛車紹介をねしっかりレビューしてあげたいなというふうに思いますし、ね商品の紹介の方がね自分の愛車紹介よりも大事なまあ仕事の一つでもあるんで、まあ今日はこの辺にさせていただきたいなというふうに思います。それでは引き続きロプラヤチャンネル、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。